気合入ってます？気合入ってます？気合、うん、気合、気合、いきなり気合入ってるか入ってないかの話始まるの？確かに。でも常に入ってる。入ってる。確かに。あなた今日いい目してるもん。100番以内ですよ絶対。わかりました。100番以内ね。オッケーオッケー。100番以内取れなかったら人権ないですよ。もう2桁の数字しか見ないぞ。100番以内取れなかったら人権ないですよ。せーのでしましょう。ないですよ、はい、もちろんないですよ。当たり前よ。じゃあもちろん100番以内です。当たり前ですよ、はい、行きますよ、せーの。バカ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 、すいません、人権ない。森本玲子さん、人権ないよ。すいません、田中はもう今日人権ない。152枚って何なのよ。あれ、あの素晴らしいですね。ちゃんとあるよ私は。やっぱり確かに2桁です。確かに、すいません。ということで頑張ります。伝説作るんだったらこれやろう。やったりましょかい。伝説伝説バッチコイ決めたりたいと思います。取れんの伝説？作れるの伝説？作るのよ伝説。あら、待ちしたわよ伝説。頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ペカレボリューション伝説、ありがとうございます。おはようございます。モーニング娘と共演を夢見るおかま、タナチューです。ということで始まりましたペカレボリューション。この番組どういう番組かと申しますと、毎回ゲストの方を呼びして、ゲストの方にちなんだ伝説を設定します。伝説を起こすために奮闘していくという番組になっています。早速ですがゲストの方お呼びしたいと思います。仲良しのこの熟女ライター、こちらの方です。どうぞ。よー、モーニング娘と共演したことがある熟女、森本玲子です。よろしくお願いします。伝説、おはようございます。私も、もう疲れた。私ももう息切れしちゃってますよ。息切れしちゃいますか、はい、はい。というわけでペカレボリューション、この番組は、はい、ゲストの方をお呼びして伝説を作っていくという番組なんですけど、はい、ゲストの方にちなんで伝説なの？私にちなんだ。そう、例えば、はい、前回のゲストが平山さんだったんですよね。はいはいはい。で、平山さんだと私的にはエヴァンゲリオンのイメージが強くて。あ、強いね。そうそう、うん、で平山さんもエヴァがお好きとおっしゃってたから、うんうんうん、2人でやっぱり出玉が伝説にエヴァね、そうそう、うん、と思って、うん、45連ずつ目指したんですよ。シコシコ頑張ってきたんです。はい、はい、それもタナチュの伝説じゃん。シコシコとか言い出したら、え、ダメなんですか？イレマンちゃんシコシコないじゃん。え、ありますよシコシコ。あの人なんか最近さ、ザックバナにいろいろ入れすぎて DM たくさん来るなって。エロい DM を平山さんに送るのやめてちょうだいね。うん、あのね、あとね、平山ちゃんのアイコンでエロいことを私に送ってくるやつとかいるの。何その人。のそれもやめてあげてください、ね、俺に送ってこいよそいつ。ということであれもやめてあげてねって、はい、平山さんの場合エヴァンゲリオンだったんですよ、はい、だ森本玲子さん、はい、なんか例えば最近好きな機種とか気になってる機種、何でもいいです、何かあるかな。ね、好きな機種とか気になってる機種とちょっと趣旨がね違うんだけど、うん、あの気に入らない機種。え、なに、あなたらしい森本節炸裂。え、なに、聞きたい。あのアズールレンって言うんですけど、ご存知ですよね。アズールレン、はいはいはい、とんでもない台だっていうことは知っています。そうです、とんでもない台です。でもアズールレンといえばやっぱりコンプリート機能でしょ。そうなんですよ、9万5000発かな。え、じゃあさ、やっぱり伝説といえば出玉、はい、アズールレンでコンプリート目指します？もう目指したいよ。コンプリート目指さないともう元取れないからやられてるからね。確かに伝説にすごく合っている、うん、アズールレーンでコンプリート、はい、え、じゃあやりましょう。私もぶちかましてやります。いや、お願いよ、もう私の代わりにぶちかましてくれてもいいから。 OK、 ということで今回はパチンコアズールレーンでコンプリートを目指すまで帰りません。それはかっこ嘘、目指すべく頑張ります。あのここに永住しなきゃいけないってなっちゃう、ね、それではいきます、はい、伝説達成、ペカレボリューション。ペカレボリューション。それではレオコさん、伝説達成のためにペカレボリューション。イエスイエスイエス、高須きゅうりに行く。伝説打たないそれ。打たないよ、高須は打たない。ハズルレアンズルレアン頑張ります。頑張りましょう。私マジで初打ちです。え、そうなの？はい、打ったことほぼない、ほぼないってかないです。これはね、ちょっとね、なかなか大変ですよ。あ、本当ですか？だって玲子さんがその朝おっしゃってたけど、1000も2000も酔い腰がかかんないけどすごいハマってるっておっしゃってたから、
そのラッシュまでの道のりがすんごい遠いんですね。ラッシュはね遠いよ。図柄揃いが、うん、そもそもね499分の1なんですよ。ギョギョギョ、誰が目が離れてるのよ。誰がよ。やっぱり朝やっぱりなんとなくパチンコを始めるのは絶対ダメだから、きちんと朝の段階でラッシュを取っていく、コンプリートを目指していく。はい、定まり9万5000ですよね確かこの台コンプリートになるのって。そうね、うん、前回の平山さんがすごかったんですよ。え、何があったん。初当たり引くわっていうか、もう初当たりの仕方が良かった、かつ連チャンにも恵まれ、はいはい、最高。いや出たことない伝説がめちゃくちゃ。もちろん勝った。勝ちました。おお、しこしこ連はせず、しかも途中から伝説達成を諦めて、うん、あ、証ギフトをちょっとごめんなさい取っちゃいましたね。あるかいです。これがね2ラウンドあたりなんですよ。でこの台あの3カウントの2ラウンドで、これがね40分の1ぐらいで当たるんですよね、はいはい、で当たるんだけどまあちょこっとだけ本当70玉ぐらい玉をもらって終わり。でこれが当たりのほとんど で一部当たりのその40分の1の本当一部が図柄揃いで7ラウンドになるんだけど、それがね結局その図柄揃いのところだけ確率出すと499分の1になっちゃう。なるほど。ちょっとそういう激しめの台で、とりあえず図柄を揃えて 61% ってラッシュを取るか、うん、証ギフトの薄いところを引くかってことですか。そう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 、了解です。私今初打ちだから、初打ちの台ってノーマルモードで絶対やろうって決めてるんですけど、うん、基本みんな先バレ入れてますよね。私先バレだね。これがね、信頼度出てないんだけど、やっぱね、499だから体感的にはやっぱり0よりはちょっと弱い感じはしてる。あ、4割あるのかないのかぐらい。うん、多分でもそんなもんかな。大体先バレってなんかそれぐらいのイメージありますよね、うん、4割ぐらいでね、結構いい音なるよ。いや、私聞いたことあります。なんかとんでもない音になりますよね。そうそう、なるなるなる。そう、人類では到底出せない音が鳴っている。ありえないくらいの高音ですよね。メダルの近くよりも高音の。高音。そう。もうね、脳天直撃してくる。わかるわかる。で、ボタンにね、こう覚醒ってバーって出るから。あ、文字が？そう、出る出る。あ、へえ、文字が出るボタンなんだ。ネット検索すると、その先バレにこう強弱があるみたいなことを書いてるんだけど、強弱はね、ないの。へえ。本当は。でなんかその先バレと同時にこう複合してる予告、これちょっとチャンスですよね。うん、それで、ね、なかなかいかないよ。あの誰だっけ、ロイヤルっていう女の子からじゃなかったら熱いって書かれてたのよね。いやこれ行ったらラッシュよ。そう、行ったらラッシュ。え、マジ、これいきなりまだ19回で、私そんな、頼む、これやれたことないんだけど。え、中決したんだけど。え、マジで、なんだ伝説よ、伝説。え、これラッシュしたんだけど。19回転で当たってんだけど。え、マジでラッシュはぁ、え、何、本当。私この台2100以上ハマってんのよ。伝説、え、伝説じゃない。伝説だよ。え、19回転で集結チャンスで射止めんの。はぁ、やったこれで。やばくない、やばいよ。いつ打つの。 今でしょ。言わされたわ。右打ちの打つのか射撃の射、今の言わされた。そうなのよ、そうそう、激ね。あ、射撃の射で笑う、うん、やった。マジか。え、ちょ、意味わかんないって。で、この台基本的にその1ラウンドあたり3カウントなんだけど、この階段上のこの全滅アタッカーで、うんうん、あのね、オーバー入賞させてるのよ。あ、なるほど。で、オーバー入賞させることによって球をね、ちょっと多めに取ってるっていう台ですわ。あなたさ、ズームレーのこと語らせたんで右出るものいないわね。いるよ、山ほどいるよ。すごくわかりやすい。私当たってないんだから当たりパターン知らないの。え、これいけます、これ。青のままだったらラッシュの方って書かれてたけど、右にも左にも出まくってる。あ、それもいけるいけるいける、集結チャレンジからいってる。よかった。赤で9割ぐらいあるんじゃない、本来というか。はい、伝説ぶちかましじゃないんだね、そこは。そうです、タカレボリューションなので。ぶちかまし伝説、革命の序曲。いや待って、意味わからんって。え、マジやばい。私ちょっとムカついてるもん。いいじゃないのよ。こっち2100ハマってんだぞ。これ初めてやるっていうか、これ何のラッシュを選ぶのが楽しいですか。本当に、まあどれも楽しいけど、個人的、まあ精錬か好きかな、完全告知。 OK です。だこれ違和感みたいな感じですか。違和感で、了解です。ちょっとね、あのカウンターはね隠されてる感じになっちゃう、ね、あ、わからないんだ。残り回転数が。了解です。
86回で、86回の間にだいたい40分の1くらい当てるってこと。そう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 、了解です。もう打ち始めていい？ SP っぽく、うん大丈夫、 SP っぽく見えてるけど、まあ、あの通常状態なんで。え、早く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 、いついついつ、これヤバイブモードとかないんですか。え、待って待って、入れられるでしょ、入れられます、これ止めたい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 、全然当たらない、勝手に止めない、やばいやばい大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着いて、大丈夫大丈夫大丈夫、ヤバイブモードとかにしたい。え、マジでヤバい。ちょっとさ、これさ、本当にさ、ラッシュ本当に大事だからあのふざけない、めちゃめちゃハマってるから今、あの499分の1を引いて、かつ61を引いたの今あなたは。これはすごいこと、わかるよね、はい、だから本当噛み締めて、すごい尊いことだからこれ、はいうんはい、これを無駄にしてなんじゃこれみたいな感じで打ってたら切れるよ。はい、わかりました、ふざけないです、ふざけ、はい、お願いします、大事に大事に打ってください、打ちかましい大事にね、はいはいはい、大事に、はい、もう真面目に打って、はい、やります、うん、怖いゲスト、こんな簡単に引かれるとね、ちょっとね助かってる、ちょっとね、私もちょっと頭抱えますわ。いやでもすごいよ、いやすごいですね、あれまず発展しないからね、流血チャレンジ、エアバイブモードにしよう、エアバイブモード、ボタンブルブルモード、あーやります、すごいね、やっぱりこれすごいのがさ、はいはい、その 90% で、まあ、ラッシュが継続するんですよ。で抜けた後50回転その敵から逃げ切ればまたラッシュに戻る、それが大体4割ぐらい。なんかそこがすごくこの本気の大変の面白いところなんですよね。そうですそうです。でもあなたそれは全然やれてないと。あ、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、戻せない、全然戻せない。でもあのね、残保留がつくから、その残保留の引き戻しも込みで4割だから、残保留では引き戻したことある。もう二度とラッシュやれないかもしれないから、本当に真面目にやろう。いや本当そう、最初で最後のラッシュになる可能性あるから、全然本気でやります、うん、本当にね、そんな簡単なことじゃないの。19回転ぐらいで引ける、だって証しギフトまだ1回も引いてないでしょ。あ、はい、証しのギフトいただいてないでしょ。証しのギフトをいただく前に SS ラッシュをいただくっていうことはないのよ本来。でもあなたなんかすごい伝わります、うん、あなたがこんなに私が早くラッシュ打ちたいのにすごく何度もベラ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 喋れたことは相当なこのアドレナリンに思いがあったってことで、わかりました。いやだから全然あるから、それいや9万5000発マジでいくよこれ。だって終わらないよ、4割戻せるんだから。終われないよ、終われなかったないだろ。9万5000発の夢、エンドレスな、エンドレスサマーいきます、いきますよ、3、2、1、ブレイクダウン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 、いきます。なになになに、わからん、まあ、通常の核変状態も確率ほとんど変わらないから。で今それラッシュ、ラッシュの時はね通常状態なのよ。 OK です、うん、ちょっと特殊なスペックで、ラッシュが通常状態だからこそそれ抜けでちょっとその50回転ドキドキがあるっていう。実は隠れ U タイムみたいな感じで搭載してて、通常状態だからダッシュそのまま駆け抜けて回して、ね、ちょっと待ってください、やばいんですけど。ちょっとやばいねないそんな伝説ありえない。もうもっとポスポス当たるよ。18回転で証しギフトの前にダッシュを射止めてそこからダッシュするなんてマジでマジでありえない。マジでやってない、そういうの。やってないね、本気でやってない。それ抜けたら別になんか証しギフト10回分とかんないからね。やめて絶対。え、待って、本当にちゃんとやってる。なんか台と気持ち通じ合わせて。この子たち戦艦だからね。やりました、赤木ちゃんとか綾波とかみんな戦艦なのよ。田中も戦艦になるんだ。わかりました。お前の手法はどうだ、手法の調子は。絶好調です。よし、いけ森本龍東兵、いきます、いけ、打ち方、よーい、 よーソロー、手法発射。マジでありえないよ、スルーは本気でないからね。何終わったの、と出かけてアニメなんです。何これ、おめでとうございます。何今の、何エクストラって何ですか。このあの継続があれなんですよ、実は時短で終わらないパターン、次回までパターンっていうのがねあるんです、そう、それと込みで 90% 継続なんです。
それを聞いてなかったら死んでましたね。死んでました、あなたは死んでました。今やさろ命綱がね、繋がってましたよ。やなんだけど、よかった。なんか右打ち中は、はい、その次回まで継続する振り分けが 33% あるから、結構ある。バカボンの上位ラスト一緒なのね。でも、まあ、大体はね、手前で当たる。よかったね、105回転、6回転抜けてたよ。ありえない、本当に。クワバラ、クワバラ、怖い台。だってめったにダッシュに行かないということで、行きますよ、本当に。せっかく入れたラッシュ。私だから今ずっとブツブツさ、2100ハマってるって言ってるじゃん、はあ、その間先バレ3回しかやってないんだからね。確かに、私ノーマルモードでした。魚でするのやめよ。今日は強力なのよ。いやでも伝説作ってよ、作っちゃってよ田中さんが。マジで作ります本当に。いやでも19回転ラッシュは伝説だけどね。伝説ですよね、うん、前回の平山さんの時もなんか私たちがそのエヴァに対しての愛を語ってたんですよね、うんうん、その時にあの水玉ボタンって見たことないよね。はいはいはい。そしたらその後にすぐ水玉ボタンが出たりとか、うんうん、あとステチェンの時に当たったりとか、うん、あと見たことのない演出がいっぱい出て、かつ初当たり引きまくり、うん、ステチェンで当たる。そうすごかったんですよ、1回転目でとか。そうそうそう、見たことのない演出がすごい多く出たりとか、うん、そう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 、すごい良かった。よく気づいたね本当に。平山さんが弾いてくれてすごい。私自分の代で怒ってます気づかなかった。そんなこと怒ると思いながら打ってないもん。あ、なるほど、そうですね。確かにすごいな、やっぱ。あー早いなあ。長い長い。あ、長ければチャンスみたいな何かがあるのね。違和感違和感。いや私エアバイブオンにしてるんだけど一回もエアバイブが出てない。何これ。あ、そこ当たりゾーンがあるのか。そうそうそう、最初の20回は、うん、なるほどなるほど。9万5000発まではまだ長いぞ。あと残り結構他のも面白い。あれも好き私ね、あのキャラとにらめっこする。ああ当たりますね。あ最高だもんね。あ、こんな感じなんだ。そう、にらめっこするなんかモードもあって、それも結構好きなんだよね。選びたい。いろんなモードやりたいな。選べないのかな。選べるよ今左で。あ、本当だ、ボタンオーカーで選べます。そうそうそう。これはね、あ、その鳥みたいなやつはエアバイブ。これですか。それエアバイブ告知。あ、ポポポポポってやつで、キュンキュンチャンス。今選んでるやつがにらめっこ。あ、了解です。にらめっこにはずっと私得意なんですよ。そうなん、にらめっこで得意とか苦手とかあるの。はい、私なんかもともとなんか変な顔してません、コモドドラゴンみたいな。コモドドラゴンかわいい。どうなったらいいのよこれ。なんか笑ったらいいの。あ、彼が、あ、彼女が、うん、なかなか笑わないな。笑えよ。笑うのに笑い情報だから9割笑うのよ。早っ。なるほど、この20回はお笑いモードなんだ。お笑いモードじゃない、いらねっこお笑いモードなんだ。そうそうそう。いや私でも苦手だなこの台。ST でしょ。こんな早い ST ってなんか気持ちのなんか置きどころが。でもなんか今までのなんだろう、なんかダンバインの後継みたいなこと言われてる台結構あるけど、なんか一番ダンバインじゃないってちょっと思って。これですか。あーでも確かにあの速度といえ、そうそうそう、これ決めなきゃダメ。熱いよ熱いよ熱いよ。熱いですか。リーチ結構熱いよ。これ決めなかったらまずい。まず決められる。なんだよ、復活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 、ない、まずい、終われない終われない終われない、マジで終われない。あと20回ぐらい。最低でもやっぱ1万発ぐらい欲しいよね。まずいぞこれ。これ 33% 引いてなかったら終わりますよ。ありえない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 。で絶対 33% 引いてます。私は2600発。ちょっと待ってよ、少ない少ない。大丈夫、来い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 。おー、うわー、ひどい。ひどすぎる。マジありえない。2600発です。ちなみに平均伝説まであと、はい、平均 11.83 連射、約7290。耐え抜けばいいんですよ。そうです、耐え抜けばいいんです。私は知っている。危険な時にボタンを押して鳥が光れば OK だと。で耐え抜くっていうのがその U タイム到達になるんだよね、はい、
あ、なるほど。そうそうそう、何も引かない。今の80何回プラス50回で行くの、ね、うん、そうそうそう。で、あの撃破っていうのもセーフで、撃破はその499の部分、その図柄揃いの部分をそこで引けば撃破でまた戻ってくる。撃破をするか逃げ切るか、逃げ切るか、耐え抜くか。 OK です。でも基本耐え抜くから、耐え抜くのには自信あります、うん、私我慢強いです。そうか、我慢汁も多いです。しかも私あっという間すぎて、このアズールレーンがいかにこのラッシュを射止めたことが素晴らしいことかっていうのを体験できないまま、でもまあここ、あの子喋り出したらピンチだから、ちょっとやめてよ。待って、まずい、まずい。でもまあセーフのパターンとかも全然あるからね。基本的にあの子が喋り出したら危ない。で、振り分け的にその赤し、あ、セーフセーフ、うん、赤しギフトのところを引いてるとその終わり。あ、なるほど、うん、分かりました。そしたら攻撃されてあーって言って終わりになっちゃう。システム的には赤石ギフトのあたりを引かないで逃げ切れば OK。 絶対耐え抜きます。お願いします。耐え抜いて帰り先まず 100% 絶対に。で、一応ザンフリューの抽選もそこでやっちゃうから、ザンフリューで仕留めてた時はあの撃破して戻ってくるらしい。なるほど、この最後のラッシュの後の4回転ですね。そうそうそう、うん、いやここ今日の山場だぞ完全に。朝開始30分以内でまずい。残り25回転、26回転。いやー、これやばい、これはやばいぞ。あー頼む、しのいでくれ。しのぎます絶対に。強気強気強気。鳥光ってない、鳥光ってない。はい、光ってないんです。ここはって押せないんだよね。お願い。おー強気強気。決戦継続ではないよやはり。アズルレーンでもやっぱ面白いんだよね、出るし球。お、私まだ体験してない。それは私もね、一回やっぱ一撃2万5000をやったことがあって。うわすごい、早いんですか。いやそんなには、あの遅いってことはないけど、あの最近のさ、もう1時間で6万7万みたいな台じゃない、うんうんうん、2000円ぐらいかな、3万、3、4万、まあ、なんかそれぐらいかな。めっ、イエス、来た、鳴った鳴った鳴った、先まで鳴ったよ。じゃあ私は王道のルートで当てましょう。お願いします。先まで鳴りました。今戦ストック取りましたね。多分大回戦普通に取って、補給入ってるので SPSP までは行くはずなんですね。レオコさん頑張ってください。私はあと残り5回転です。今のところちょっとね、やっぱエンタープライズは絶対いるんですよ、絶対いるんですけど、あの SP 大回戦 SPSP 中のエンタープライズ参戦だけだとちょっと、あ、今あのエンタープライズ煽ってましたね。あと3だと厳しい。ちょっとボリューム上がってほしい。最低でも赤2。あ、ちょっと待って、今ちょっと金じゃない、いいよ、金ゼリフ入りましたよ。エンタープライズはまだ来てる。1、あー、チャンス、すごい激アツではない。来たぞこれ。お、逃げた逃げた。ゼロ。おー、おめでとう。伝説。田中さんが戻ってきましたね、ラッシュに。最後の回転出てないよね。いや多分大丈夫だと思うよ。あー、よかったね。あ、よかった逃げ切り。そこのチラシがまたド M だよ、ね、確かに。えって思わせるもん、レオコさん。はい、私はね、今ね、ちょっとね、多分これダメですね。あ、そう。で、ここでエンタープライズ参戦来ないと、もう話にならないです。よし。で、なんかね、チャンスアップ、カットインは出るだけでチャンスアップ。ああ。ですが、カットインも出ず。よかった。なんかもう、本当、まさかのドッキリ覚醒ボタンみたいなことがない限り、デフォだともう、あ、デフォなので、ちょっともうどうにもならなかったですね。これよ、これを食らい続けてるんですよ。食らい続けて3000里まで行くね、うん、マルコ、あパチンコ業界のマルコ、あんまり食らい続けて3000里。今ね、森本玲子さん2200里。森本玲子さん、私防衛成功しましたので、ラッシュに帰り咲きしました。よかったよかったよかった。まさかの2000発ちょいで終わるなんて、そんなのは絶対ありえない。ガーおなら出てる。おならじゃないよ、本当にもう
ポポ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 ポ何これ超面白いんだけど。なんか嬉しいよ、そんなに楽しんでもらって。早くこっちに来てくださいよ。羨ましいわ、羨ましいわ。いやこれ伝説いけるか。でも叶わないから伝説なのよ。